皆さんこんにちは、こんばんは。今回はセーラームーンのカードダス復刻デザインコレクション2が届いたので開封したいと思います。これね、ちょっと前に届いてたんだけど、なかなかゆっくり開けられる機会がなくて、今回開けてみます。今回は前回1の時はこの全部で16パック入ってるんですけど、こう分かれて入ってて、この片側に入ってるのを全て開けたら全部揃ったんですよ。なので今回もそれで揃うのかどうかちょっと見てみたいと思います。今回のパッケージ、これね、このセーラームーンのこの絵っていうのはよく小さい頃見た絵ですね。でカードがね、今回はこんな感じでなってます。でこれが今回の新規のカードを2枚になってます。でこれが復刻のカード一部載ってますね。いや、かわいい。このチビチビがめっちゃかわいいね。はい、それでは開けましょう。はい、中を開けるとこんな感じになってます。でね、この片方に1,2,3,4,5,6,7,8 8パック入ってます。それでは上から順に開けていきたいと思います。この片側で前回と一緒ならね、揃うと思うので、で1パックカード4枚入っていて、これは一緒ですね。で全部で32種類で 4パックで8個入ってるわけだから32枚、うん、揃う計算ですね。それではまず1つ目、でまず1パック目はじゅん、おー、この22番交換日記、ここのヒールの部分がすごいキラキラしてます。あ、裏はこんな感じでかわいい。そしてプリンセスセレニティ、なんか泣いてます。めっちゃ可愛いなこれ。でここが光ってる。裏は、あ、これはセーラームーンクイズになってます。アミちゃんだ。みんな行くわよ、可愛いね。はい、キラキラは、おー、めっちゃかっこいいな。やっぱかっこいいよね、ウラヌスは。いやー、いいね、めっちゃかっこいい。裏は、お、ウラヌスのこのキャラクター紹介。では2つ目、1枚目からめっちゃかっこいいウラヌスが出たんですが、お、いいね、集合セーラー選手剣山、かっこいいね。あ、ヴィーナスがいない、ヴィーナスがいない時のカードかな。これもまたなんかレアな感じだね。レイちゃんのワクワクおまじない。あ、レイちゃんだ。これもかっこいい、セーラーマーズ。これはキャラクター紹介。おー、ジュピター、じゃん、ジュピターの紹介。おー、これあれだ、あのさっきの表紙になってた一緒のやつ、かわいい。ちゃんとルナもここにいます。裏は、あ、クイズになってます。この絵すごいいいよね、昔の絵って感じ。3つ目、これね、1枚でもかぶっちゃうともうそこでもうコンプできないからね、片方も開けなきゃいけなくなっちゃうから。あー、セーラームーン、私たちがついてるよ、決戦 VS ダークキングダム。このお話はね、すごく何回も見たんですよ。すごいすごい思い入れがあるお話です。最終回です。おー、いいね、この2人すごい好き。あー、裏見せるの忘れた。まこちゃんのクッキング講座で、タリスマン神秘の力、もうこの二人はいいよね、もうナイスコンビ。そして後ろが名場面集、
おー、あやかしの4姉妹。この4人もいいよね。あ、後ろになんか4姉妹じゃない人も映っちゃってるけど、あ、ちょっと見えちゃったね。まこちゃんのクッキング講座いいね、この顔。はい、今回の新規出ましたね。エターナルセーラームーンとチビチビ。やっぱエターナルセーラームーンってすごい可愛いよね。もう格好がめちゃ好きだな。あとチビチビね。いやー可愛い。裏はキャラクター紹介になってます。あ、可愛いこの格好。これすごい可愛い。じゃあ4つ目、お、さっきの反対の開けないでセーラームーン。このシーンねすごい好きなんですよ、何回も言うけど。はい、アミちゃんのお星様講座と滝様ですタキシード仮面。いやーすごいかっこいいね。裏はキャラクター紹介。あ、これルナ、ルナが人間になった姿になってます。これかわいいよね。後ろキャラクター紹介。おー、きた、パワーアップセーラーチーム。あー、すごいなこのカード、めっちゃいい。裏はなんだ、名場面集。では後半の5つ目です。まあ今のところ1枚も被ってないので、もしかしたらまた片側で揃うのかもしれません。覚醒セーラーサターン。セーラーサターンってなんかすごい不思議な魅力があってすごい可愛いよね。これは名場面集、美奈子ちゃん&アルテミス。なんかこれおしゃれな感じになってる。後ろはヴィーナスが教えちゃう守護星の秘密。あ、うさぎちゃんの家族、月の系。あ、後ろこんな感じ。おお、ちびうさ、きた、セーラーちびムーン。いや、かわいいこれ。これもかわいいな。後ろはキャラクター紹介。6つ目。お、きた、真ん中の。決戦、ダークキングダム。みんな力を貸して負けるわけにはいかない。これいいなあ、このシーン。レイちゃんのワクワクおまじない。はい、出現デッドムーン一味。この人たちもなんかなかなか良かったな。はい、アルテミスの名場面集で、アミちゃんセーラーマーキュリー。シロがマーキュリーのキャラクター紹介。おお、なんかいいねこれ。さよならチビウサ。おー、このデザインもまたかわいい。後ろが名場面集。では7つ目。おー、かっこいい。邪悪なものは成敗する。なんかすごいかっこいいじゃん。怪人烈罪前って書いてあるし。あ、こっち臨氷投射。あ、いいよね必殺技。これはクッキング講座で、ヴィーナス。これがヴィーナスのキャラクター紹介。あー、かっちょいい。我が守護木星嵐を起こせ。いいよねこれ。これいいわ、かっこいいわ。お、クッキング講座と、きたー、ネプチューン。もうこれさ、小さい時にもうネプチューンは大人の魅力って感じ。もうすごい大人の女性って感じで憧れたな。裏はネプチューンのキャラクター紹介。それでは最後の8パック目。これ全部揃うね、片方で。はい、おー、出ました、セーラープルート。セーラープルートもいいよな。紹介とチビウサお家に帰りたい。かわいいもう着てるこのね服もかわいい。
ちびゆさんのアイディア講座。あ、これね、あのアニメの間々に入るやつだけな、確か。セーラームーン、はい、キャラクター紹介出ました。新規絵、セイヤコウ、すごい綺麗。後ろはキャラクター紹介になってます。はい、というわけでワンボックス買って、片側だけでね、あの揃うかどうかちょっと開封してみた結果、やっぱり揃いましたね。いや、ドラゴンボールを私集めてるんですけど、まあコンプできたんですが、無事コンプできたんだけど、もうすっごい大変だったんですよ。で、セーラームーンはね、このワンボックス買って片側だけで揃うっていう、とっても良心的な、いいですね。これはもう片側はね、これ開けずに取っておこうと思います。まあ次も3が出ること決まってるので、またねワンボックス買って開封したいと思います。それでは今回はセーラームーンのカード出す復刻デザインコレクション2の開封動画でした。それではまた。